台風5号による大雨の影響で通行止めとなっていた山梨県の中央道下り線大月インターチェンジと大月ジャンクション間が先ほど開通しました。これで東京方面から大月インターで降りたり川口湖方面に向かうことができるようになりました。